フォックスプには文法能力を含む言語発達との関連が示唆されている遺伝子である。フォックスプには転写因子の一種であるフォックスファミリーの一員である。人における突然変異とマウスでの研究からフォックスプには脳や肺、腸などの発達における遺伝子の発現制御に関与していることがわかっている。しかし、 フォックスプ2が正確に何の遺伝子の発現を調節しているかはまだよくわかっていない。人の発達性言語協調障害のいくつかのケースはフォックスプ2遺伝子の変異と関係している。このような障害の例として認知的な障害はほとんどまたは全くないものの言語に必要とされる協調的な運動を適切に行うことができない患者が存在する。 このような患者の動詞算出課題と音声反復課題における脳活動を不無理を用いて計測した結果、ブローカーやと比較の活動の低下が見られた。この結果から、フォックスプには言語遺伝子と呼ばれるようになる。フォックスプに遺伝子に変異を持った人は、言語と関係ない症状も示す。また、フォックスプにと自閉症の関連についても、 肯定的な結果と否定的な結果の両方が報告されている。言語障害とフォックスプに遺伝子の変異の関連性が単なる運動制御の障害による結果ではないことの証拠として以下のようなものが挙げられる。フォックスプには脳と肺の適切な発達に必要とされている。 フォックスプニー電子のコピーを一つしか持たないノックアウトマウスは幼児期の発生が優位に低下する。一方、フォックスプニー電子のコピーを持たないノックアウトマウスは小型でプルキングエソなどの脳領域に異常を示し、生後21日で肺の適切な発達が起きないことにより死んでしまう。ソングバードにおけるフォックスプニーの別の研究からフォックスプニーが 神経過塑性に関与する遺伝子を調節していることが示唆されている。歌の学習の際に、フォックスプニが脳領域で情報調節されることが、若い金華長の歌の学習に決定的な役割を持つ。この鳥の大脳基底核のエリア X における、フォックスプニの遺伝子ノックダウンは、歌の模倣の不完全さや不正確さを引き起こす。同様に、 大人のカナリアにおける高いフォックスプニの発言レベルは歌の変化と相関が見られる。加えて、大人の金花鳥におけるフォックスプニの発言レベルは、オスがメスに向けて歌う際に比べて、他の用途で歌う際に低下していた。歌を学習できる鳥とできない鳥の違いは、フォックスプニタンパ白のアミノ酸配列の差というよりは、フォックスプニの遺伝子発言量の差とみられている。 フォックスプには、トウモリの反響定位との関連も示唆されている。フォックスプにタンパクのアミノ酸配列は、進化的に非常に強く保存されている。フォックスプにタンパクに似たものは、ソングバード、魚、アメリカワニのような爬虫類でも見つかっている。ポリグルタミンサの他には、人のフォックスプには、チンパンジーのフォックスプにトワニとは2アミノ酸、マウスのフォックスプにトワ酸アミノ酸。 金華町のフォックスプニとは7アミノ酸しか違わない。ネアンデルタール人の骨から抽出された DNA を調べた結果、ネアンデルタール人は原生人類と同じバージョンのフォックスプニを持つことが分かっている。人とチンパンジーのフォックスプニの2アミノ酸の違いが人の言語の進化を生んだと考える研究者もいる。しかし、 他の音声学習をする動物とフォックスプニの同様な突然変異との間に明確な関連は見つけられないとする研究者もいる。また、人における2カ所のエクソンの突然変異の機能はまだわかっていない。発達に関する研究やソングバードの研究から人とヒヒトカレー鳥類との違いはこの2カ所の突然変異ではなく、 調節塩基配列の違いによるという可能性も存在する。ケケのケーこの遺伝子に関する研究は、もともとケケに関する研究から始まった。この家族の特定の人物は、3世代にわたる遺伝性の言語障害にかかっていた。この家族の詳細の調査を行った結果、この障害は優性遺伝することが分かった。この家族の言語障害にかかっている人物とそうでない。 人物のゲノム解析が行われた。最初の解析では変異が起きた領域は第7染色体にあることしかわからず、解析チームはこの遺伝子を便宜的に SPCH1 と呼んだ。この領域の遺伝子配列解析は最近人工染色体クローンによって行われた。この時点では同様な障害を持つ別の家族の人物も確認されている。 その人物のゲノムを解析した結果、この人物には、第7染色体に変異があることが分かっていた。さらなる調査によって、この染色体上のある遺伝子に点突然変異があることが分かった。ゲノム配列解析の結果、現在では、この遺伝子は、フォックスプニー遺伝子と呼ばれている。ありがとうございます。